皆さん、お元気ですか牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師ンチャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。グッドボタン、またチャンネル登録、ベルマークまだの方はよろしくお願いいたします。毎日見に来てくださるとあなたの力になります。よろしくお願いいたします。本日8月4日日曜日、1581回目になります。目標を持って生きようという題で、 お話をいたしますある医学博士が人生の目標を持っている人と目標を持たずに生きている人を個別に調査しました目標を持っている人は目標を持たないで生きている人より収入が2倍だということが分かりましたえー、本当でも本当にそうだったみたいでさらに目標を持っている人は何に対しても意欲的で人生に満足し 幸せな結婚生活を送り健康状態も良好だそうです人生の目標を立てないで生きるということは行き先を決めないで乗り物に乗ることと似ています空港に行ってとりあえずチケットください「えー、どこですかハワイですか香港ですか韓国ですか?」「もうどこでもいいからもうとりあえずください」というような人はいないですよね 人生は長いようで長くありません。目標を立てることは今からでも遅くありません。しっかりと目標を立て、その目標を目指して歩んでいきましょう。ピリピ3の14には、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。パウロの目標はどんな目標だったでしょうか。神から、よくやったねって言ってもらう、その栄冠を得る。 褒めていただけるそのことが目標だったののですそのような目標を持つならね安っぽい野心や大したことのないものに命を懸けてしまうことはありませんもう命を懸けても惜しくないと思えるようなそういう偉大な夢が与えられるはずですその目標を設定しその目標を持って歩んでいきましょう私は伝道することそれが 目標ですべての人に「福音を伝えることそれが私の夢ですその夢をもって今日もこの番組をお届けいたしますお祈りいたします天のお父様ありがとうございます福音を伝えるすべての人に今日この番組を見てくださった方にその「福音が届くことを感謝いたしますイエス様がくださった「福音信じるだけで救われるその「福音が 届きますようにそしてそれを伝えていくことができますようにどうぞ一人一人が夢を持って生きていきますようにお導きくださいイエスキリストのお名前によって感謝してお祈りをいたしますアーメン最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いいたしましょうその時までごきげんようさようなら